Yeah, they're here. Yo, 旅人。セノが遠で、今はもう、強烈、あんたも結構やる。お待ちを。お二人とも、ちょっと見覚えのあるお顔。もしかして、こんにちは。突然ですが、少しお時間をいただいても。私の名はナビル。教令員のマハマトラを務めています。お二人は瀬野先輩のお友達ですよね。実は今、先輩は缶詰知識の密輸事件を追っているのですが、もうかれこれ数日連絡がついていないのです。ええ、まさか、危険な目に遭ってな。正直、先輩の安全を脅かせるようなことがあるとは考えにくいのですが、お二人は頭が切れ、勇敢で有能だと聞いています。いいぜ。そこまで言われちゃな。最近、市場では失所不明の缶詰知識が急増しています。その裏には、完全な密輸ルートが隠されていると我々は一部の学者の研究によれば、缶詰知識を大量に使用することは深刻な結果を招くようです。また、危険な缶詰知識がすでに市場に出回っているという噂もあります。前回瀬野先輩から連絡があった時は、スメールシティの外で調査されていたようです。何か手がかりを見つけた様子だったのですが。わかった。早速行ってみるぜ。残した人も契約に従ったのでしょうか。あなたの運命。
眠る宝や。またか。仕事の時間ですか？あなたが噂の各国を渡って旅している金髪の旅人さんでしょうか？よかった。どこを探せばいいか悩んでいたところだったんです。その人にこちらの郵便システムをうまいこと利用されてしまったんです。手紙を必ず届けるという確約を得た後、極めて曖昧な届け先を記入されてしまいまして。オイラたちに手紙を届けるのって結
構難しいんだよな。それでそいつが勝っ…とある喋る白い髪の小さな精霊の隣です。おいらのことか。そうなんです。しかももし手紙を届けられなければ本当にあの人にはしてやられました。しかしどうやら運は…ええ、どうぞ。オイラにも見せてくれ。ガイアからだ。あいつもスメールに来てるんだな。悪知恵の働く外国人って手紙の内容から見るに、あ、むしろもしこの手紙が本当に届いたら、手紙によるとあいつは毎日午後になると、こんなことに遭遇するの、次の仕事は
ち稲妻に来てもうだいぶ時間、今まで本当にいろんなことが、それにで次お、おい、なんでオイラたちを攻撃するんだよ。話を聞くつもりはなさ。おい、こんなことするんだったらもよ、探してるのが誰だろうと。楓原和葉という者に、お前と同じように片手剣を扱う。お前には関係ない。まあいい、お前も知らないようだ。なんだあいつ、変な刀を振り回すし、わけわからないぞ。あんなやつにカズハの情報を渡すもんか。おい、何言ってんだよ。でも万が一に備えて今すぐカズハに知らせてやろうぜ。ん、なんだ、因縁。あいつが、確かにそうかもしれないけど、とりあえずカズハが危ない目に遭わないように。早く、最近南十字船隊が離島で貨物を補充してるらしいぞ。よっ、次の仕事は。なんだ、お前たちもカズハを探しに来たのか。どうやらあいつは本当にすごいことをしたみたいだな。今回俺たちが小舟でここに来たのは、以前の名槌の浜の戦いでは姉さんもあんなに活躍したってのに、これほど人気にはなってなかった。戦隊の中でのカズハはこれといって存在感があるわけじゃない。たまに姉さんの言うことを聞かないことだってある。姉さんは気にしちゃいないがな。え、カズハが何をやったのか知らないのか。少しは聞いてるぜ。例えばライデン将軍の無双の人たちを受け止めたとかな。それってすごいのか。それならわかりやすいぜ。だったらあんなに人気なのもうなずける。あいつはさっき天領奉行の人に呼ばれて行っちまったよ。最初はあいつを捕まえに来たんじゃないかとも思ったが、すごく友好的な態度でな。なんだかとても尊敬されているような感じだった。少し前だったらまず考えられないな。ありがとな。じゃあオイラたち、天領奉行府に行ってみるぜ。お、こっちは引き続き話を聞きに来る人の対応でもしてるよ。
ていき。おや、お主であったか。やあ君たちか。ちょうど先ほどメガリレーの廃止について話していたんだ。今回楓原殿に来ていただいたのは幕府側の友好を示すのが主な目的でね。これだけ情勢が明るくなったのも君たちのおかげだ。僕もこれを機に一族が犯した過ちを正すことができる。過去に積み重ねてきた矛盾や対立を正すために将軍様も様々な方面から解決を図っている。三奉行の間ではこれを機に楓原家の名誉回復につなげようという提案が出たんだ。楓原家に関することは君も少しは知っているだろう。簡単に説明すると、過去の稲妻には将軍様の刀鍛冶技術を受け継ぎその名を轟かせた御用刀工が複数いたんだ。しかしある時、一部の刀工が裏切ってスネージナヤへと逃亡した。楓原家と上里家は管理不行き届きの罪に問われ、でも後にこの事件の背後にはファデュイという黒幕がいたことが判明した。そして楓原殿はまたも大きな功績を挙げた。そのためその褒章だけでなく過去の行き過ぎた処置への保証もすべきだと将軍様は考えたんだ。でも刀工一族がまたファデュイから迫害を受けてしまう可能性もある。いや、こちらこそ将軍様と幕府からのご好意を受け取ることができるとは。しかしただでそのご好意を受けるわけにはいかないの。それは考えすぎだ。これは保証なんだから。名誉が元通りになれば楓原家は刀鍛冶業を再開することができる。将軍様の庇護と幕府の指示のもと稲妻城で安定かつ豊かな生活を送れるようになるんだ。拙者は長きにわたって風雨の中を歩んできたゆえ、大きな屋敷に住むのは性分に合わぬ。しかし拙者の先祖たちは楓原の名と彼らが受け継いだ刀鍛冶技術を誇りに思っていた。その感じだとまだ少し躊躇しているようだね。ただこれに同意してくれれば近頃街で流れている君の噂と中傷も消えると思う。噂と中傷？ここに来る途中ずっといい話ばっかでみんなすごく褒めてたぞ。一部の人にとって無双の人たちは無敵の存在なんだ。彼らは楓原殿があの人たちを受け止めたことを認めたくないのさ。あの時楓原殿が風以外にも雷元素の力を使っているのを目撃した人がいた。そのせいで楓原和葉は邪眼を使った。え、でも邪眼を使ったやつはすごい速さで老化するはずだろ。ああ、でも彼らにとって一人が同時に2種類の元素力を使うことの方が理解できない出来事なのさ。このような噂は他にも多々ある。こうして世論の中心に置かれ他の者に追蓄され再起を抱かれるのは苦手でござる。だがもし幕府が拙者を支持してくれるのならこの波風もすぐに止むやもしれぬ。だから前向きに考えてほしい。互いにとっていいことだろう。うむ、少し考えさせてほしい。この件に関する話し合いはひとまず置いておこう。それで二人はどうしてここへ来たのでござるか。なあ、大事なことを忘…そのような危険人物が拙者を探している。いや、いないでござる。拙者の武器は家の者から教わったもので元は刀試しに使われていたものであった。試し切りの際乱れなき立ち筋を描きそれぞれの刀の品質を公平に検証するため、それがやがて一族の指導術となり相応する技が生まれた。これは実用的な戦場武器とは至極異なるもの。偶然とは到底思えぬ。だったら気をつけた方がいいと思うぞ。ふむ、かように攻撃的なものが他者に。だったらすぐに人を手配して。よろしく頼む。
拙者もこの件には興味がある。それに先ほどのお主の提案を考える時間も必要でござる。拙者はまず彼らと襲撃者の件を調査し、その後お主に明確な答えを出そう。わかった。くれぐれも安全には気をつけてくれ。では参ろう。その襲撃者を探すでござるよ。城内の情報なら探偵所が何か知ってるはずだよな。龍二に聞いてみようぜ。この方が楓原さんなのですね。ご公明は金々受けたまわっております。そうかしこまらずともよい。拙者たちは今とある襲撃事件を調査しているゆえ、お主の手を借りたいのでござる。と言いますと、あなたに関する襲撃事件ということでしょうか。そうですね、楓原さんは今や稲妻で飛ぶ鳥を落とす勢いのあるお方。正直ここ最近我々探偵所にも楓原さんの個人情報を調査してほしいという依頼が数、中には何百万もらという金額を出そうとする者もいます。これが普通の依頼でしたら珊瑚所長もすぐ引き受けていたかもしれませんが。な、何百万？拙者のことを考えてくれたのでござるな。当然のことです。正当な理由もなく他人の生活を暴くだけの、すみません、話が逸れてしまいましたね。ですが襲撃事件が絡んでくるとなると思い当たるものは何もありませんね。では拙者とは関係なしに、近頃奇妙な襲撃や傷害事件はなかったでござる。実を言うと天領奉行の方にもこれといった手がかりがないのでござる。確かに巷で起きていること全てが役人の耳に届くわけではありません。もしも本当にそのような襲撃をしている者がいれば。確かに。じゃあどうするんだよ。もう手がかりはなしってことか。しかしお主らを襲撃した者が他の事件を引き起こしていないのは少々、無論それが初めての犯行であった可能性もあるが、もしも対象がお主ほどの実力を持たぬものであればきっとよからぬ結末になっていたであろう。お主の実力は知っている。謙遜する必要はないでござるよ。というよりお主だからこそ無事でいられたと言った方が。もし拙者のせいで誰かが重傷を負い、さらには予期せぬ事態となっていたら、それに被害者にとってはただの不慮の災難でござる。心配するな、オイラたちがそいつを見つけてやるから。さすがは楓原さん、噂通りのお方です。そのようなお考えを常々お持ちだからこそ。過分なお言葉でござるよ。ご謙遜は。ご安心ください。あ、そうだ、最近起きた変なことといえば念のためやはりお伝えしておきましょう。うむ、こういう時は手がかりが多ければ多いほどいいでござる。近頃城内で二人の方が、そのうちの一人が長戸というものでかなり有名な収蔵家です。雨の間、なんか聞き覚えのある名前だな。ええ、彼は雨の間鍛冶屋の店主、雨の間東吾の甥にあたります。二人の大人が同時に失踪、そこにはこの件を思い出したのは雨の間雄也も武芸に秀でていて。ふむ、
承知した。しかし可能性は低いであろう。そうだな。もしかしたら調べてる途中でもっと手がかりが見つかるかもしれない。うむ、かたじけない龍二殿、拙者たちはまず雨の間鍛冶屋へ行ってみるでござるよ。はい、うまくいくことを祈っております。楓原和葉じゃないか。え、知り合いだったのか。うむ、楓原と雨の間は両家ともかつて雷電五家伝を代表する一族だったのでござる。稲妻に戻ってきた後、雨の間東吾殿を訪ねたことがあるの。ふむ、では簡単に拙者が説明しよう。雷電五家伝とはかつて稲妻において最も優れていた。その技術は将軍様より直々に受け継がれたもので、ただ残念なことにその後に起きた一連の事件により多くの刀鍛冶一族は没落していった。そうだ、はあ、なんとも残念なことじゃ。当時はそれぞれが得意な分野を持ち、例えば雨の間流の極意は水滴が石をうがつ忍耐と、派手な秘技などはなく、体が記憶するまでただただ毎日鍛造を繰り返す。そして楓原家の流派は確か一心、いかにも一心伝は刀の鍛造を行う瞬間から心と剣を一体とすることを追求している。そのようにして鍛えられた刀こそが鍛造者の心境と理念を記録し、ああ、普通の刀は人が選ぶものだが、一心伝は刀が人を選ぶ。お前は間違いなく最も適した使い手じゃろう。楓原家が大きな痛手を受けてもなお。そんなことはござらぬ。拙者の行動は一族のためではなく、ただの個人的な感情による指示に過ぎない。ふむ、そろそろ話を戻そう。こたびお主に会いに来たのは、お主の失踪した親戚について聞くためでござる。拙者たちが今追っている事件と何らか…ああ、そのことか。あいつは失踪する前何も言っていなかった。だがこうなってしまった以上、せいても仕方ない。聞いた話によると、その人の失踪って一人の収蔵家と関係があるんだよな。ああ、あいつが失踪した日の朝、その後あいつは長門のところへと何かを取りに。ああ、おかしいと思うじゃろ。どうして急に火がついたのか。ふむ、彼はどのようなものをお主に送ろうとしていたか。多分大層な武具じゃろ。あいつは小さい頃から刀鍛冶に興味がなく、刀を振り武芸を習得することにおいて、ま、実は少々不快に思われるやもしれぬが、今ある手がかりからすると雨の間優也…何？いや、あいつは謙虚で心優しいんじゃ。ふむ、ああ、これだけは胸を張って言える。ああ、詰まるところ何も言わずに失踪するなぞ。ただもしかすると何か脅迫を受けているのか。とにかくもしあいつを見つけたら。ご安心を。尽力いたすでござるよ。どうやら雨の間優也はオイラたちを襲ったやつじゃなさそうだな。うむ、話を聞いたところ二人が会った時に何か起きたのであろう。これから長門殿の家を訪ねてみるとしよう。
爽やかな雰囲気とても好き。この時間ならガイアはジャファータバーンにいるはずだ。早速探しに行こうぜ。申し訳ございません、夫もどこか行ってしまい。誤解でござる。拙者たちは調査のために参った次第。そうだったのですか。お恥ずかしいところをお見せしてしまい。すまぬが消息はつかめておらぬ。ぶしつけなことを伺うが。普通の収蔵家なら。ええ、話すと長くなってしまうのです。いつも嬉しそうに収蔵品を私に見せてくれたのを。籍を入れたばかりの頃は全て順調にいって。何が。夫はだんだんと制御が効かなくなり、収蔵品をどんどん買い漁っては、特に刀に夢中になってからは出費がとどまることを知らず、ひどい時には借金取りの方が家にまで来ました。売ることもせず、人にも触らせず、夫の趣味を理解した上で認めていましたが、生活に影響が出ては元も子もありません。ですのであの日ひどいことを言ってしまったのです。収蔵品を売って借金を返さなければ離婚して子供を連れてこの家を出ていくと。うわ。それで。いえ、夫は普段から口数が少なく自分の意見もあまり言わないので、大抵私といたしましてもよほどのことがない限り離婚をちらつかせるようなことは絶対にしません。ただ私がそれを口にした後、夫は突然長いことをほうけてしまったのです。その時の声がとても弱々しく、本当にかわいそうで、私も許してしまいそうになったのですが、私がここで折れたらこの家はダメになってしまうと思いました。私が甘やかさなければ我が家はこんな状況にならなかったでしょう。ただ彼が本当に理解したのか、それともただ怒っていたのか、私には分かりませんでした。その後、家の倉庫が火事になっていることと、夫と買い手の方がいなくなったことを聞いたのです。なるほど。雄也殿は長門殿から刀を買おうとしていたが、その過程で倉庫が火事となり。最初は値段について言い合いになったのかと。夫は口数の少ない人です。普段買い物をする時だって値切りなんてしたことありません。だから値段のこと、もしそれは分かりません。倉庫が燃えてしまった後、もしかしたら収蔵品が燃えてしまったことで家の莫大な借金を返済できないと思い、確かに私も怒ってはいます。ですが私たちの家が直面している問題は解決しなくてはなりません。夫が改心さえしてくれれば。慌てることはないでござる。もしかすると何か言えない事情があったのやもしれん。収蔵品が彼にとって長年の習慣になっていたのであれば。しかしもう一方の手がかりによれば、雄也殿は穏やかで優しい性格の御人。ふむ、ますます状況が錯綜してきたでござるな。錯綜どころかもうぐちゃぐちゃだぞ。場所を変えて整理してみよう。ご安心くだされ。進展があればすぐに伝えるでござる。はい、本当にありがとうございます。今ある情報では曖昧な推理しかできぬな。二人は取引の際に失踪した。そして長門家の倉庫の火事は。この件についてお主らはどう思うでござる。そうだな、誰かが安頓にぶつかってそれが倒れて、そう、いや、おいらはまだ頭を休ませておきたいからここはお前に任せるぜ。うむ、拙者も同意見でござる。何しろ今ある情報を見たところ矛盾点が多すぎる。大方拙者たちがまだ見つけていない何。それにとりわけ重要な情報が、雄也殿は謙虚で礼儀正しく、長門殿は無口で気弱という点。
火事の後に行方をくらます動機を持っているのも、現段階では借金の返済ができぬ長門殿。考えれば考えるほど妙でござるな。一体どういうことなのか。うむ、時期的には合致しているが、他の手がかりから見たところ、それに雄也殿には襲撃者として最も肝心な特徴が欠けているでござる。彼が普段使っているのは雨の間流の指導術であり。同じところに行き着くかと思ったのに。ふむ、せっかくここまで介入したのでござる。もう少し調べ、もし解決できれば雨の間東吾殿も長門殿の夫人も。じゃあ次はどうするんだ。まずは燃えた倉庫へ足を運んでみよう。待った、風の中から危険な音が聞こえる。あ、またお前にしか聞こえない音ってやつだな。よくわかんないけど、前に神の目を盗んだ賊を追った時もすごく役に立ったよな。うむ、だが今回は音だけではない。でも近くには何もないぞ。すでに遠くへ去ったようでござる。ふむ、これは古くより稲妻に存在するたたり神の残骸か。しかしこの邪水なる力、警戒を怠らず。地下倉庫だったのか。下の方から聞こえるで。たたり神の力の源は亡くなってから。この小さから見て、たたり神はかつて、確か長門の奥さんが言ってたけど、おそらくその時の彼はすでに、拙者が思うに、たたり神の力の影響を受けたからといって全てのものが怪物。ただ多くの場合、たたり神の果てなき執念に影響を受け、水長門殿にはもともと収蔵の趣味があった。彼が多額の借金を抱えてもなお収蔵品。じゃあこれからどうするんだ。お主らは下がっているでござる。拙者、この扉を開けなければ。何、心配はいらぬでござる。これは一体、埋もれていて何も見えぬ。火事によって倒壊し、地下倉庫全体が埋まってしまったのでござろう。おいら、てっきり見たこともない怪物が出てくるのかと思ってびっくりしたぞ。こうなってはこの力の残滓をたどっていくしかないでござるな。もし二人の一般人がたたり神の力と関わっていたら、おそらく無事では済まぬ。うむ、参ろう。たたり神の力がどこから来たものなのか見極める必要がある。注意深く感じ取れば、お主らも風の中にある不気味な気配を察知できるであろう。この場所から気配が二つに分かれているでござる。大元のたたり神の力は引き続き遠くへと流れているが、一部はここに残っている。可能性は高い。あ、あそこにヒルチャールがいっぱいいるぞ。しかもなんだか変な感じだ。何かに引き寄せられている。
調べてみるでござる。ついていきます。これは、うわ、なんだよこの赤いの。ボロボロの服の上に書かれた手紙のようでござるな。とにかく、この手紙によると、ユウヤ殿は長門殿の刀を奪おうとして争ったとある。ユウヤ殿は倉庫に火を放ち、長門殿を切って傷を負わせた。そしてここまで、でもここに彼は致命傷を負っている上、祟り神の力による影響を深く受けた。さらには周囲の痕跡も全てヒルチャールに荒らされ、これ以上探すのは不可能でござる。うむ、今は真相を突き止める。もしも優也殿が今無差別な凶行に及んでいるのであれば、そうだな、早く行こう。大方彼も祟り神の力に武を習う者にとって最も扇動されやすい点は、ちぐはぐになっていた手がかりが全てつながったようでござるな。拙者に一つ思うところがある。これは失踪事件の答えになるだけでなく、もう分かったのか。うむ、だがそれでも不条理な話であるゆえ、引き続き彼の行方を。次の仕事は、どうやら彼は長いことここに、わからぬ。だがこの感じ、隠れておらず。ようやく現れたか、楓原和葉。やっぱりこの前のやつ。お前何考え。もしも天の間優也であれば、拙者とは何の因縁もないであろう。だがもし拙者たちが前にしている相手の正体が天の間優也ではなく、あの刀確かに不気味な光。え、嘘だろ。祟り神の力はほとんどの場合物体に宿り、知らずし奴は長門殿の倉庫に長くいたことで彼に影響を与えた。そしてあの刀の取引の場、いや優也殿の体を占領したと言った方が正し。察しがいいな。こうも簡単に事件の真相を見抜くとは。はるか昔、俺は一神殿の名高い匠の手によって生まれ、その者の全ての期待と栄光を一身に背負った。楓原家の末裔であるお前ならわかるはずだ。俺たちにとって、雷電五花殿と関係があるのでござるな。はあ、奴は雷電将軍の期待に応えられず、最後はスネージナへ向かう船に乗って逃亡した。あいつは名を馳せた刀工で天才だったというのに、奴にできないことなどなかった。事実、奴は確かにやり遂げた。斧が命を、俺に最強の力をもたらしただけでなく、傲慢なる雷電将軍は比類なき神刀だけでなく、この世で唯一無二の鍛造技術をも失ったのだ。
刀に意志があるだけじゃなくて、当時の人たちは俺にそのような力があるとは信じず、ただ刃が鋭く俺を鍛造した者が死んだ後、あまたの使い手の体を俺は借りた。そいつらを制御し、遥か遠いスネジナヤから稲妻へと向かうためには、俺が求めるのはただ一つ。ライデン将軍の刀と対峙し、俺の力、一神殿の力をし、つまり、ユーヤ殿は一人目ではなかったのでござ、お主に制御された者は。どうなった？そんなことを気につかれて、傷を負って使えなくなれば、次のに変えればいい。ひどすぎ。稲妻に戻り、ずっとあの長戸の倉庫で、木を見計らってきた。雨の間夕夜が来るまでな。この旅はついに終点を迎える。雨の間夕夜の体を使って、楓原和葉、ライデン将軍の無双の人たちを受け止めたお前なら、さあ、みんなは俺が、まっ、みんながそばにいて手加減なしだ。おさわり禁止。邪魔するな。もう負けてるのに。負けだと？俺に負けなどない。お前らがここで俺に勝っても、倒れるのはこいつ。こいつは甲斐の利く操り人形に過ぎん。俺は無駄だ。お前が行動を。それに、たとえ俺が器をどんな形である、どんな方法、お主の使う技確かに、だがお主の立ち筋からは憎しみとおごり、そして、そんなこと以前も申したが、一神殿という技は、もしも今ユーヤ殿が刀によって操られているというのであれば、おそらくその狂乱はお主の一か八かの勝負から来るもの。お前がいなければ、奴は死ぬ前に一神殿の王妃を全て俺に授けた。お前が習得しているのは、そんな俺が。それはかつての拙者はずっと疑問に思っていた。お主が使い手を自在に操る妖刀であるなら、なぜ稲妻へ来てからお主の内心世界を見て、それをようやく理解したでござる。お主は長き歳月を経た、お主の力は誰かに触れられぬ限り新しい宿主を得られないほど弱っている。あ、そっか、思い出したぞ。確か長戸はシューズ。そして今回、夫人の悲しみと怒りによって目が覚めた彼は、収蔵品の売買を決心した。その時、だったら、答えは拙者がまだ触れていない二つ目の点に。お主は何としても鍛造者の願いを叶えたかった。しかしその願いはあまりにも膨大で重く、とっくに自身の限界には気づいているのであろう。歯を食いしばりながらも、だが拙者から見れば、お主の願いなどとうに。お前に何がわかる。俺、お主が稲妻に戻ってきたのは、一神殿が天下無双であることを証明するため。たとえお主が天候を切り裂こうと、それは鍛造者が望んだ結果なのであろうか。お前、お主が一神殿の王妃を受け継いでいようとも、旅の途中で使い手を道具として扱ってきた。神剣一体に背くやり方を選んだお主に、一体どうして一神殿の力を引き出せるというのでござるか。黙れ、意欲屈の。俺は必ず目的を成し遂げる。俺の苦境を見抜いたその鋭さは認めよう。現実を直視すべきでござる。簡単に言ってくれるわ。俺を邪魔するものは必要ない。ためらいも自制も
このまま争っていても拉致が開かない。楓原家の末裔。まだ分かってくれぬか。今のお主が将軍様に太刀打ちできるとは到底思えぬ。おい、まさかそいつの言いなりになるつもりじゃ。いいだろう、それを片付けたら。だがもしお主が負けたら大人。いいだろう。そんなのダメだ、カズハ。これは優也殿を救う唯一の方法でござる。妖刀の力は今とても弱まっている。それにあやつには迷いがある。たたり神の力は心にある執念を強めることに長けている。それこそが長門殿と優也殿が利用された原因。拙者はそのような執念を持ってはおらぬゆえ。でももし本当に危険な状況に陥っても罪のない被害者を救えるのなら、拙者はこのような危険も厭わぬでこ。俺はそこまで卑劣ではない。受け取るが。カズハ。大丈夫で、少しめまいがする。まだ想定の範疇でござる。うむ、これからどうするんだ。敵を探そう。この刀は様々な先進バンクを重ねてきたが、一心状態に入らなければ、一心のために特別に設計された。こやつが現実を認めるのであれば、それを直視せざるを得なくなるまで戦うでござる。そういえば冒険者協会で前に高塚酒が使ってた秘密基地があるだろ。あそこが廃棄された。うむ、よく。ユウヤはどうするんだよ。刀が言うには、ユウヤ殿には拙者たちの後ろをついてきてもらうそうだ。本当に大丈夫か。気をつけていこうぜ。わお、おほー、わお。行こう。道中は拙者に任せるでござる。そこだ。や。しっ。これで風の行く先を。はっ。やはり。そこだ。命を捨てに来た。風を知る。もみちばみ散らまく惜しみ、風の赴くままに。体の様子はどうだ。問題ないでござるよ。拙者の思った通り、この刀は長いこと手入れがされておらず、こやつはまだ歯を食いしばり強がっているようだが。ふむ、まだ何
思議なことにこやつに拙者を支配する気はなく、引き続き いざ。行こう。風の行く先を。よっ、これ。よっ。や。はっ。そこだ。はっ。はっ。これ。ここまで。よっ。風の赴くままに。はっ。行こう。心配無用。風を知れ。風の向か。雲の湯。おお、本気。ごと。やはり。風の赴くままに。こやつの力が衰えていくのを感じるでこそ、もう長くは持たぬであろう。このまま続ければ、そうなったら言う。うむ、十分注意して使うでござる。まだ。いざ。行こう。よっ。これ。敵だ。気をつけろ。行く先を。はっ。やっ。はっ。それ。風の赴くままに。せい。ふっ。そこだ。ふっ。はっ。やっ。風を知る。もみ違う。散らまく惜しみ。風。そこだ。せい。参る。はっ。はっ。はっ。どれ。ふっ。はっ。ふっ。ここで。大丈夫か？なんか戦ってる時すごく辛そうだったけど。うむ、こやつももう限界のようでござる。光がまた弱くなったぞ。おそらくこれでこやつの本当の姿を見られるやもしれん。本当の姿？はい、本当にさっきの刀と同じものなのか。お主の状態では将軍様に挑むどころか、このままだとたとえ鍛え上げられた時は天候に匹敵するほどの力があったとしても、スネージナヤから稲妻までの長旅ですでにガタが来ていたのであろう。もう言うまでもないが、お主の願いはた賭けをする時に言ったお主の知りたいこと、それがようやく分かったでござるよ。お主は拙者と共に一心状態に入り、より強い力を発揮しようとした。ただ残念ながら、拙者はお主とは全く違う。お主の執念と残忍さを、お主を理解できる唯一のものも、お主が生まれた。え？いたぞ！やつらだ！やっちまえ！うわ！まだいたのか！そう
うだな。構わぬ、拙者は自分の刀を。それに、いやキレッキレッ、ほんの短い戦い、旅の途中、俺のことを知る者はいなかったし、俺も自ら話すこと、俺はあの時こう思っていたんだ。もしかしそれも失敗に、はあ、どんなにあがこうとも、長い歳月が経ったことで俺の刀身も刃こぼれしている。きちんとした手入れもされず、こうし、さすがは無双の人たちを受け止めた名刀、俺では到底及ばなかったが。実はこの刀はリーウェイを旅していた時に適当に選んだものでござるよ。鍛造や手入れも刀にとって重要であるが、この刀は長いこと拙者に付き添ってきた。故にすでに互いの心が通じている。武技と刀、信念と心。お主に伝えなければならぬことがある。鍛造者も知らなかったのやもしれぬが、お主に意志を持たせているの。それは古より伝わる邪悪なる残骸であり、戦いの最中、拙者の立ち回りに合わせようとしていたようだが、途中からたたり神の力が。俺も気づいてはいた。だがと、拙者は雄也殿を救うため、その力に惑わされぬよう抗った。だがその力に抗う意志がお主にあるか、お主については、誠に残念に思う。旅立ちの時点で、お主は、自らの進化を発揮してくれる唯一のものを失っていた。だがお主はその者の願いを、このことこそ、あらゆる絶望の根源。俺の命、俺の体、奴の願いを。だから俺は言ったんだ。安心しろ。後のこと、あいつに。どうやら、すでに答えが出たようでござるな。カズハ、どこに行くんだ？あやつにはもう害をなす力も思いもない。拙者が初めてあの刀の束に触れた瞬間、見知らぬ謎の空間に引っ張られたかのようであった。そこには静かに寝床に横たわる刀工がいた。月明かりに照らされたその弱々しい顔は、まるで今にも命の灯火が消えそうだった。鍛え上げられたばかりの刀は、そのものの傍らで言葉に耳を傾けていた。それって刀に宿ってた記憶ってことか？うむ、あの刀工はスネージナヤで事の真相を知った。一神殿が彼らの裏切りによって大きな打撃を受けたこと、彼は恨みを晴らすためではなく償いのために人生を費やしたのでござる。ファデュイに騙されたことを深く悔やみ、二度と故郷の土を踏むこともできなかった。故にこう考えたのでござる。彼は意志を持ったあの刀に必ずや稲妻に帰るよう指示した。だが
それはただ彼らがかつて光り輝き信頼に値するものであったのを。そうだったのか。けどその投稿の考えがたたり神の力でねじ曲がってあんな風になったんだな。うむ、投稿は自身の生成した力が実はたたり神の力であることも。あの刀はすでに許されざる罪を負っているが、それは刀が持ち主を失ったからでござる。そう、時間があやつの執着に足を止めることはない。あやつの願いはまだ、あやつも落ち着いた頃でござろう。思い返してみると、俺が鍛造された日は、まるで昨日のことのように思える。俺は、意志を授けられた恩として、奴の願いのためなら、すべてを捨てられると言ったんだ。だが闇と血は俺を麻痺させ、やがて、恩と恩の区別さえ、俺は奴の願いを叶えるどころか。やっと。真実に向き合えたでござるな。約束通り、今ある結果を受け入れ、しかし、俺はまだ、だから、お前に頼みたい。おい、調子に乗るなよ。なんでお前の願いまで一緒になってんだよ。俺、それから奴の願い、この順序でなくてはならないんだ。とりあえず話を聞いてくれ。俺の刀身と知識は、お前にとってまだ勝ち。なんだか態度どうするんだ。カズハ、言ってみるでござる。ああ、感謝する。俺が鍛造された時だが、あいつが病床から再び立ち上がることは。だから今まで俺の戦いには輝く意義などなく、お前は素晴らしい刀の使い手だ。お前の手を借りて武士同士の勝負。相手は雨の間優也を解放した後、意識が戻ってから戦ってくれるよう説得してくれないだろうか。こいつもきっと俺に恨みを抱いて。承知した。まずは彼を起こして。なるほど、彼は僕の体を。もちろん彼のやったことは忌むべき行為だ。でも僕を解放するという約束を。もし戦うことでこの騒動が収まるのなら、僕もただの被害者にはなり。安心しろ、オイラたちがお前の無実を天領奉行に証明してやるぜ。ありがとう、君たちの助けがなく。うむ、ではここだと浪人が襲ってくるやもしれぬ。それに最後の決闘は厳粛な方がいいでござるからな。南十字舞踏会の時み、ああ、でも、まあ、あいつの下、準備はできたか？準備は良いか？うむ。一神殿後継者、楓原和葉。雨の間流後継者、雨の間優也。いざ、尋常に勝負。いざ、尋常に勝負。ほう。これ、マイ、それ、し、は、や、せい、は、それ、ふ、は、有効、これ、
せい。よっ、前へ。はっ、そこだ。はっ、ふっ、と、ふっ、ほれ、そこだ。風よ、はっ、いざ、せい。はっ、風の歌、雲の行くごと、前へ。やっ、よっ、ほれ、風よ、はっ、そこだ。た、はっ、し、風の行く先よ、それ。学ばせてもらった。その刀は傷だらけだというのに、君が手にした途端害意はもう感じられないものの、実に素晴らしい戦いであった。後のことはお主が直接伝えるべきでござるよ。これまでの件について。僕に許しを請う必要はない。もう何もかも。ああ、許してくれとは言わない。だがこの一連、俺は道を踏み外してしまったが、一神殿にはまだ楓原和葉のような優秀な伝承者がいる。どうか頼む。ああ、僕も楓原さんがうまいこと後処理を。感謝する、天沼流の後継者。もう一つ願いがあるとこの刀は言っておった。共に来てはくれぬか。そこで何をする。それは拙者にもわからぬ。すみません、ご心配をおかけ。一神殿の残した名刀が人の心を操る、はあ、彼らが抱く。じゃが良い知らせもあるぞ。さっき珊瑚探偵所の龍二から。本当か。ああ、重傷を負ってはいたが、ゆうやも帰ってきたし、この件も縁。お主の考えていることは。どうしたんだ、カズハ。うむ、こやつは少しの間。うえ、そんなの。こやつが言うには、投降の願いを叶える別の方法を。拙者はこ。そんな、かたじけない。準備はできた。さあ始めよう。俺の力はもう残りわずかだ。奴を失った俺は朽ちる運命にある。だが俺が未来を手放し、今に全てを吸収すれば、この身を打ち直せる。全て、まさか。俺という全ての意志を代償にだ。研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくと、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、奴の願いも叶うだろう。感謝する、楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら、一度も忘れはしなかった。顔鶴瓶一心、この名はお前に預けよう。
うむ、安らかに眠るがよい。わお。あー、おいで。順序ってこういう意味だったんだな。投稿の願いを叶えた後、あいつの意志は永遠になくなる。カゴ鶴瓶一心。どうやらあやつも内心では自らの所業、意志が消え去る最後の瞬間に、や本当に強き願いはあやつを突き動かす原動力となる。拙者としては罪人を罰するよりもあやつが道を踏み外したことに気づき引き返してくれるのを願っていた。重々承知しているでござる。あやつが天候に立ち向かうと聞いた時も、メガリレーを廃止しようとする人々を見た時も、そしてお主が揺るぎない意志で神に会おうとし、肉親をこれほどたくさんのことを目の当たりにし、カズハ、これからもお主らを支えていこうと思う。そういえば九条かまじにも知らせた方がいいんじゃ。うむ、ことの顛末を。それにちょうど、ラブルーム、お待ちしておりました。皆様にいいお知らせがあります。先日出版された娯楽小説の売れ行きがこう。やったぜ。新人作家がこのような成功を収めるなんて偉業とも言えましょう。同じ冊数の初版であっても大半の作品はこの3割も売れませんから。こちらは見本紙です。どうぞお受け取りください。売り上げに対する報酬は5。あ、そうだ、この娯楽小説を書いた目的か。かなり売れてはいるみたいだけど。安心せ。ほれ、周りの者の声に耳を。なあ、今流行りのおまじない知ってるか。真夜中に神聖探偵筆記に。ああ、それね。ま、周りでもそんな話をしてる人なんていないだろう。今流行ってるのは狐お姉さんの秘。狐お姉さんの秘伝術。なんだそれ。なんだ、まだ読んでないのか。なら教えてやる。噂によると無月の夜にその術。あと、これも噂なんだが、神聖探偵筆記のおまじないはかなりヤバいものらしいぞ。願い事で手に入れたモナが一晩で葉っぱに変わったらしく、しまいには高熱でうなされることになったそうだ。最終的には狐お姉さんの秘伝術を使ってやっと落ち着いた。つまりこの術はあの呪文よりも高度なものってことだ。俺、そうなのか。だったら俺も準備しとかないと。どうじゃ、安心したか。本当だ。でもあいつらの言ってた無月の夜って何。物語を考えた時この先とても重要に。え、次の段階なんか。当然じゃ、小説が存在。まあ確かにそうだな。そいつを放置したらまた次の神聖探偵筆記が出てくるかもしれない。それにあの小説を書いた理由も調べないと。うむ、では取り掛かるとしよう。この小説を書いたものについて。じゃが、わらわたちがそやつを。そう、そやつもかつて話を聞くと、当時投稿した小説が失敗に終わり、途方に暮れながら一人で荒海の近くを歩いておったらしい。失意の果てに。でもその小説を書いた霊魂はもうそいつから離れ。そんなのは簡単じゃ。あやつは小説の中でこ。わっぱよ、また何時の出番じゃ。何を言うておるのじゃ。面白いのはここからなんじゃぞ。
君たち、事件は解決したと聞いたよ。途中かなり危険な目にもあった天領奉行衆はすでにあの危険な倉庫の処理を行っている。おお、お前って結構情報が早いんだな。ヒヒ。ではこの事件について多く語る必要はないでござるな。ならばこの間の件について返事をしたい。これはカゴ鶴瓶一心、すでに失われた楓原家の鍛造術によって鍛え上げられた刀。こたびの偶然の開口により拙者はこやつを回収して打ち直した。故に今後も引き続き各地を放浪しこの刀を研究しようと思う。そうか、わかった。楓原家は刀鍛冶の家系であった。この先もそれだけではない。仮にお主の行為を受け入れれば幕府と三五宮の間にある矛盾の渦に巻き込まれる可能性もある。いや誤解だ、決してそのよ。分かっているでござる。そうか、分かった。今回の話はなかったことにしよう。でももし考えが変わったり幕府の助けが必要と。ああ、その恩情。これからどこを旅するんだ。ふむ、とりあえずは姉君と一緒に航海するでござるよ。次の目的地については風向きに任せるでござる。前回ナヒーダと会った時まだ問題がの。Ya, dipain main satu doang maksimal merah warna. Ya. Bagus sih. Di pasir ini yang kurang. Bagusnya Albedo, Albedonya belum pulang-pulang lagi.降臨者だけど、お前みたいに別の場所からテイワットへ旅しに来た人なのかな。それにお前の妹さんのこともまだ気になることが多すぎるぞ。もう一回ナヒーダと話してみようぜ。カールさん、サイミシカズはよ。ヤミナマンカトムカズカール。部外者禁止。
おさわり禁止。20トンマイエイ。次の仕事は？知識をあなたに。解決を。大切な宿分。
越しとし。しかし、あなたの意見に合わせるとこの物語はサスペンスになってしまうぞ。私が書きたいのは論文だ。論文とは何かわかるか？では君の言葉を借りて、厳密さを求めるのであれば、最初からタタラスナの疑惑などというテーマにはするべきじゃない。決めつけられないことなんだから、交渉として書くことしかできないだろう。課題は確かに恩師から受け継いだものだ。だがこういう話というのはどうしたって興味をそそられてしまうだろう。不可思議な場所、知られ好奇心からそうした論文を書きたいと思い立ったんだ。だからあなたに頼んでいるのではないか。赤羽さん、僕にお願いしに来た以上はもっと僕の意見にも耳を傾けてもらわないと。あそこの二人、タタラスナの話をしてないか？でもスメール人が稲妻の謎の事件を研究してて、そのために論文まで。おう、ちょうどあいつらが話してるタタラスナの疑惑が何なのか確認してみようぜ。では、書稿は私の交渉をもとに澤田先生に編集してもらう方向で進めよう。今回の文章においてはきっとあの失踪した歌舞伎者が論説の肝となるだろう。はあ、あの名高い旅人が見つかればいいのだが、彼は見識が広いという話だ。何か知っているかもしれない。お、こちらが旅人さんか。もう、おい、その顔はなんだよ。オイラたちを疑ってるのか？いやいやいや、もちろんそういうことではない。初めて君とその謎の白い仲間を目にしたもので。沢田先生と来たら全くすまないな。旅人さん、あなたはみんなをたくさん手伝い、いろんなところへ行ったと聞いているけど、オイラたちもあそこについてはよくわからないんだ。お前たちが話しているのを聞いて興味があったから来たんだ。ああ、やはりそうなの。前に恩師もこの課題を選んだのは難易度が高くて挑戦のしがいがあるからだと。もしよければの話だが、皆さんに僕のタタラスナ事件に関する捜索の方向性を見てもらいたい。ちょっと待った、沢田先生、最初からそれだと分かりづらいのでは。それもそうだな。じゃあまず若葉さんの論文の書稿を見てもらおう。うん、紹介しよう。まずタタラスナ地区でとある資料を見つけた人がいたんだが、しかし彼は最後にこの刀を火に投げ入れて溶かしてしまったらしい。その上、
葛城という手下を殺してしまったというんだ。理由については誰にもわからない。ただこの長政とその手下、そして物語を記録した人物以外に資料の中にはとある歌舞伎者についての言及があった。そうだ、赤羽さんの恩師もそれなりに本土で調査をしていて、どうやらこの歌舞伎者はタタラスナでしばらく生活した後姿を消したらしい。一人の変人がいて、そいつがいなくなった後に殺人事件が起こった。だろ、僕もそう思ったのだ。だから当時タタラスナで起こった事件に関する細かいところを聞き回ったのさ。そしたらなんと。いきなりでかい声を出すなよ。大事なところだからちょっと強調してみたんだ。そしたらなんと、僕のとある友人が幕府の資料室で働いていて、関連を探る手伝いをしてくれたのだ。当時のタタラスナはすでに稲妻における精錬工業の中心地だった。そこの最高責任者は丹羽という官僚だったのだが、失踪したやつがもう一人。まさにその通り。しかも丹羽という名字、これがただものじゃない。精錬鋳造といえば。おや、よく知っているな。なら話は早い。この丹羽というのがあの一神殿最後の後継者である楓原家の縁戚だったのだ。その楓原家も後に事件があって落ちぶれたという。詳細な経緯はよく知らないが、これだけ要因が重なっているとどうもいろいろと想像してしまうな。楓原家。沢田先生、一番大事なところ。おっと、僕の記憶としたことがここ一番を忘れていた。皆さん、ここからが本当に大事なところだ。信じてもらえないかもしれないが、もったいぶら。赤羽さんの恩師の資料によれば、九段の歌舞伎者は人間ではなく人形。おや、お二人の表情から察するに関係ある話を聞き、なあ、いやいや、ただ人形なんてものが物語に出てくるのが変だなと思って。そう、僕もそう思った。しかし稲妻には確かに人間でない種族がいることを考えると、人形が出てくる事件があってもおかしくはない。
ぜひ私の論文。沢田先生は私の論文を彼の創作の方向性に合わせてほしいと思っているようだ。沢田先生のお話の中ではっきりと言えない部分を全て政治的要素に結びつけるのはどうだろう。論文ってそんな適当にでっち上げていいものなのか。おいらてっきりお前が書いてる方が。赤羽さん、君の恩師があれだけ時間をかけて積み重ねた調査と僕の人脈をもってしてもたったこれだけの資料、しかも本当に君の言う通りこの件が極めて重大で。はあ、それもそうだな。まだ用事があるから先に行くぞ。ありがとう。もしこの件に関する情報があればぜひ私に教えてくれ。おい、さっき言ってた件だけど、じゃあ、だって残票のやつはオイラたちに倒されて囚人になったんだぞ。オイラに言わせれば赤羽は課題を変えた方がいいと思うぞ。うわあ！おい、さっきの人影を見たか？いきなり通り過ぎてった。あれ、あっちに行ったけど、あれは残票？いや、そんなはずないぞ。だってあいつは閉じ込められてたはず。malam gelap。旅人にパイモン来たのね。ナヒーラ、さっき外で残票が堂々と歩いてたのを見たぞ。あいつは閉じ込められて。やはり来たんだね。おい、なんでお前がスラサタンナ戦車にいるんだ。あなたたちが気にするのもよくわかるわ。残票の釈放は私の意思によるもの。取引？スメールがどうして僕を生かしたと思う？考えもしなかったかい？それとも僕に死んでいてほしかった？なら、なぜあの時とどめを刺さなかった？うぬぼれすぎだぞ！ナヒーダがお前にはまだ謎があるって。じゃあその謎がなくなったらさっぱり手を下せると？おお、それは成長したね。あら、もう喧嘩を始めてしまったの？困ったわね。少し冷静になってもらえる？オイラたちは心配してるんだぞ。君みたいな奴はなかなかいないよ。おい、仲違いさせようとしても無駄だぞ。合理的な条件の取引であれば、相手が残票であっても私は問題ないと思うわ。もちろん、君はあの博士とさえ取引したほどだ。その誠意は信じるよ。ええ、彼の手から価値のある情報を交換できた。この前の一戦で
残票の力はほぼ消耗した。今の彼は私たちにとって、それに彼はファデュー執行官第6位だったこともあって、多くの秘密を知っているはずよ。ちょっと待てよ。だったってことは、できれば私もそう言いたくはないのだけれど、でも博士は歯医者を連れて帰るつもりはないみたい。世間の大半は利用する者とされる者の関係にある。これこそが一番安定した人間の関係なんだ。ファデュイと僕、あとは彼ら同士の間さえ、価値さえあれば誰も捨てられない。だけどこの件が終わって、僕が一部からの信用を失ファデュイ内部は僕の用途を再評価しようとするだろう。僕も自分のために、この間話し合ったように、私は命を傷つけることが嫌い。見ての通り、目の前の二人はもう反対を表明している。違うかい？当たり前だろ。ナヒーラ、こいつのデタラメを聞いちゃダメだ。ではこのことはまた後で話し合うことにしましょう。とにかく今日のことは試みの一つだと思って。わかった。僕は約束通りに動くと。行ってきて。連絡は取り続けられるように。ナヒーラ、今回決めたこと。ええ、というよりこの決定を下したのはあなたにも関係があるからなの。そう、私は以前世界樹にはあなたの血縁者の記録があるって言ったわね。あ、そうだぞ。今日お前を探しに来たのもそのことを聞こうと思ったからなんだ。ええ、あの時ファデュイの方ではあなたの血縁者の情報を降臨者の範疇に含めなかったと言っていたことは覚えているはずよ。もしかしたらファデュイは私すら知らない情報を把握しているのかもしれない。もう少しで新たな神になれた彼は権能を与えられ、世界樹とつながることができるようになった。神の心を失った今でさえ、彼の体内にはまだ少しつながる能力が残っているの。世界樹内部の情報量はあまりにも膨大で、私でさえ全てを事細かに網羅するのは時間がかかる。だからこの方面に詳しい残票に私の代わりとなって世界樹で降臨者に関する全ての内容を探すように言ったの。そうだぞ。とにかく、とにかくおいらはあんな奴信じないぞ。わかっているわ。ただ時には立場が全ての前提となる。未来のことは彼がどんな情報を持ち帰るのかによって決まる。それに旅人、私はずっとあなたが願っていることを知っていた。私たちは何度も意識をつないだから、あなたの心のどこかに残票に用心することは私がスメールの神としてすべきことでもある。でも私はあなたを友達だと思っているから、あなたが昼夜問わずに思い続けているその答えを手に入れられるのであれば、そう遠慮しないで。あなたはスメールの英雄だもの。でもやっぱり安心はできないぞ。あなたたちに連絡しようと思ってたの。でもその前にあなたたちが私のところまで来た。実際あなたに依頼するつもりだったわ。私の代わりに力がほぼ失われたとしても、残票は執行官、あなたが彼と一緒に行動してくれると私も安心できるわ。もちろんあなたたちが世界樹を進むためのガイドができるよう。うん、ではお願いね。準備をして、もうすぐ世界樹へ送るわ。
世界樹のある環境は前とだいぶ変わったな。色が穏やかになったのは今のスメイルが平和だからだよな。なんだ君たち、もっとのんびりしてくるのかと思ったよ。僕が一足先に世界樹に入ったのが心配で。こいつ囚人のくせに、なんだってそんな偉そうな口の聞き方なんだ。囚人が監視につきまとわれること自体は至って普通だ。だけど今は僕の極外運動の時間だってこと。うまく合流できたようね。注意しておきたいことが一つあるわ。じきにあなたたちは世界樹の内部に入ることになるけれど、通常エリアと違って世界樹の内部には情報やデータで構成された本流しか存在しないの。世界樹内部での行動は常にあなたたちの間に積もりに積もった恨みがあることは分かったよ。これから大事なことをするのに免じて、しばらくはあいつと平和に共存してやる。気まずいのはなしにしよう。後で一緒に行動するんだからね。クラクサナリデビとの約束通り、僕が先陣を切る。経路探索、危険の排除などは。ふん、オイラたちより冒険の心得があるように聞こえるぜ。他の用事がないならさっさと出発するべきだ。それともまだ心の準備ができてない？なあ、もうこいつの口の聞き方嫌だぞ。しつこい。ふん、始めていいよ。世界樹へのアクセスは許可。アクセスプロセス起動。これってもうこいつ、オイラたちもすぐ追いかけようぜ。おお、これが世界樹の内部か。変わったところだな。世界樹はテイワット大陸全体と密接に関係していて、その内部に流れ、驚いてばかりで時間を無駄にしないでよね。なんでかわからないけど。クラクサナリデビ、これから世界樹の中心に向かう。中心の場所はまだ感知できるわよね。なあ、情報の検索だけど。許可するわ。行こう、しっかりついてく。おい、そのな想像していただけさ。君が迷子になった時、果たして旅人がどんな表情をするのかをね。ここで何も起こらないと保証できる人なんて。あの苗木みたいなのがバラバラになったんだな。世界樹内部の情報だ。勝手に触るな。見てる？どの方向を見てもあまり変わらないな。迷子になりやすいわけだ。こいつ本当のこと言ってたんだな。またオイラのことを笑ってるぞ。何なんだよあいつ。騙すというのは時間と場所をわきまえるものだ。今はそのどちらも当てはまら。着いたよ。クラックさん、あの場所に着いたはずね。いつ始めて。じゃあ準備してちょうだい。意識の本流へのアクセス準備開始。スカラマッシュのやつ
まさか本当にナヒーダのために働いているなんて。後のことは頼んだわ。新しい発見があればぜひ私たちに教えてちょうだい。ああ、うい、オイラたちは逆にやることのない暇人になっちゃったぞ。旅人ダイモン、少しお話ししない？そうよ、ダイモンも誘ったわ。おい、頭の中で直接会話ができるのか？そういう風に理解してもらっても構わないわ。おう、新鮮だな。悪くないぞ。そうだ、さっきから聞きたかったんだけど、スカラマッシュってなんか矛盾してると思わないか？言ったはずよ、彼にはまだ謎が残っていると。そういう事情は私の視点だからはっきりと。もしかすると彼は今日、さすがの思考ね。彼の心のあの部分に触れたなんてね。確かにオイラてっきりああいうやつは怖いものなんて何もないのかと思ってたぜ。人は皆大なり小なり自分だけの過去を持つのよ、パイモン。残氷がたとえ雷神によって作られた人形だとしてもね。人形といえば、今日教練員の前で論文について議論しているやつらを見たぞ。タタラスナで起きたあの謎の事件や。それ本当か？あいつらから聞いた話だと、タタラスナの歴史にはいろんな疑わしいところがあって。あら、面白いわね。その二人、想像力だけでこんなに。まさかあいつら。少なくともタタラスナがかつて何かによって被害を受けた。魂が三つも集まって世間話かい？賑やかだね。くえ！お前なんで急に喋ったんだよ。わざわざ僕を避けてお話ししてるんだ。きっと僕について議論してるに違いないと思ってね。軍人のオランドパンもかーなんじゃ。それもそうだ、囚人が歓迎されないのは至って普通なことだよね。それでお前は何か見つけたのかよ。まだ探ってる。でも過大な期待はしない方がいい。君と君の血縁者は世界の外。待てよ、お前。僕たちは何度も会ったじゃないか。君は有名人なんだし、君に関連のあることを知っていてもおかしくないと思うけど、今の君と僕の間に必要なのは平和さ。この光。無名のデータ。おい、約束を忘れるなよな。しつこいな。庭様、本当に危険を冒してまで行くつもりですか？タタラスナの核心要路にも関わっています。炉心に入る上で。そうですか。これは、タタラスナにたどり着いてからもうだいぶ経ちますが、あなた様といい、神輿長政様といい、ここにいる皆様の親切、あなた様のいるタタラスナは温かい集落のようで巨大な村のようです。私の知る限り、将軍様は長年にわたり稲妻の大地に猛威を振るう邪悪な妖魔を退治してきました。
タタラスナという場所も消化骨髄を消費するために鍛造業が盛んになり、代々続く刀の職人が生まれました。技術、血筋、夢、この工業に魅せられた全ての職人たちは刀と鋼の中で自我を求め続けてきました。エッシャー殿、赤目殿が言っていたでござる。お主が稲妻を訪ねてきて、偶然に彼と友情を築き、共に技術を研究しておらねば、こうも早く鍛造技法を改善する術を思いつくことは、お主は共に研究した技術を赤目殿に譲り、その後彼は技術を拙者に売ってくれた。それだけでなく、お主もタタラスナの顧問の一人としてここに滞在し、我らに付き合ってくれた。過分なお言葉、恐れ入ります。もともと稲妻の鍛造業を鑑賞できることは実に喜ばしいと思っておりましたが、しかしエッシャー殿、本当にと言いますと、今日まで物事のすべてをつなげて考えたことはなかった。それはこのように邪推することも、そうせざるを得ないほど事態が悪化していると信ずることも、いずれもしたくはなかったからでござる。新技術の実用化を受け入れたことで我らは何を得た？怪しい黒煙、滞留する問題、職人の体力の損耗や支障の比率は上がり、それらが発生する間隔は日ごとに縮まってきておる。知っての通り、最近まで炉心内では怪しい汚れのせいで死人が出ていた。情報を抑えて外部の人間には真実を公表していなかったが、外へ助けを求めに行った者は誰一人として帰らなんだ。己や拙者の友である歌舞伎者も、かような状況になっても、エッシャ、己は何も恐れていないのであろうな。でなければどうしてその顔に。これはただ驚いているだけです。あなた様からこのような本心からの言葉を聞けるとは思っていませんでしたから。三越長政様もおそらくはこの一連の事件の裏にある共通点に気づいたのであろう。つまり己のことだ、エッシャ。ただ噂によりますと、三越様は将軍に切り伏せられた幼女トラチオの養子。そこまで内情を知る者が遠路はるばるフォンテーヌから来た一階の機械。三輪様がおっしゃっているのは
私に公方の職でも見繕っていただけるということですかね。もう良いであろう、エッシャ。拙者がここに立っているのは、炉心内部で邪悪な力が猛威を振るっているため、それを解決するためには己のよこした邪水を吸収できる装置を持ち、危険区域に入る人間が一人必要なのだ。拙者はここの責任者ゆえ、その席を追い、勇気を持って死へと赴こう。だが、その目を見れば私を深く疑っていることは明白で、今さらその芝居を続ける必要もなかろう。己がただ知りたいのだ。ことここに及んで、丹羽様、私はこの時を待っていたのですよ。このようにあなた様の話を聞き終えてから、決して炉心へ入れぬ。己は。私の予想より少しは賢かったようですね。少なくともここに着いた当初はうまく偽装できていたと思ったんですがね。まさか当時からすでに私の情報を探り始めていたとは。稲妻とフォンテーヌは遠いですからね。あなた様の配下がエッシャーという名前は偽名であり、フォンテーヌから来てなど。それでもなお、あなた様は私の正体も、このタタラスナの何がまだ私を引きつけているのかも想像だにできなかった。拙者を殺めてしまえば、炉心に入る人間がいなくなるぞ。この地を滅ぼす。いやいや、まだもう一人いるはずだ。人間だとは思われていないかもしれないが、彼にそうだと告げたのは他でもないお前だったな。己の背後にまだ他の勢力がいることは、遅かれ早かれ露呈することになる。それは無論、鑑賞と実験のために決まっている。何せ私は尋常でないほど辛抱強いからな。もちろん、もし気になるなら本当の名を教えてやることもやぶさかではない。私のことはファトゥス、博士と呼ぶがいい。ファトゥスだと。お前たちの国に少しだけ本当に些細なトラブルを起こしに来ただけだ。故に己は技術を改善し、消化骨髄に含まれる。お前のように身分のある人間も死に際にはそんな凶暴な顔を見せるんだな。私が作った装置は本物だ。外の人間に悟られず、この災難を解決するにはあれが必ず必要となる。ただあの装置がお前のために用意されたものではなかったというだけだ。憎しみを持つほど人間はより簡単に邪水に取りつかれる。だから思い切って怒ってくれていいぞ。この心臓が人形に入った時、どうせお前がいなくなれば、遅かれ早かれあの純潔な人形を利用したがる輩が現れる。人間とそうではないものが友達になる理由なんて他にないからな。拙者の心臓を彼に渡すのであれば、彼に伝え、彼が自らを証明するために何かをする必要はない。なんと美しい理想か。この私でさえ少々の罪悪感を覚えざるを得ない。お前さえよければ私のことを化け物、あるいは君とでも見るがいい。
お前、庭様よ。楽しみに待とうじゃないか。果たしてお前、ん？庭。ほっと。さて。どうけよ。これでお前から預かった任務は完了だ。ギャップを作り、では一人の人形を紹介しよう。もし彼に使い道があれば。おい。ドットーレ。ドットーレ。いいね。実にいいよ。さっきのは博士？あいつフォンテーヌの職人になりすましてたってことか？でもどうしてオイラたちが見たのはあいつ視点のものだったんだ？博士に触れ、断片をすべて取り除いたかを確認したとき、彼の心の中からこの記憶を読み取ったの。あなたにとってこれは真相と言えるものでしょ？こんなものは全く無意味だ。そうかしら。けれど記憶の中の庭はあなたを裏切らなかったわ。あの時タタラスナであなたが装置を炉心に持ち込むよう仕向けたのは彼ではなかった。その意味は私よりもあなたの方がよくわかっているはずでしょ？おいらたち、場所を変えようぜ。あいつ、彼に感情を消化する時間を与えてあげた方がいいわ。おいら、タタラスナのことはまだはっきりしてないけど、あれが博士の仕業だったってことはわかるぞ。今までそんな風にパイモンを騙した人はいなかったから理解できないのも無理はないわ。おそらくこれ以前のことはあなたたちも知ってるはずよ。歌舞伎者はカツラギに拾われ、タタラスナの人々と共に暮らした。その後博士がフォンテーヌの職人に変装し、一連の騒動を引き起こしたの。すべては博士が意図的に仕組んだ恐ろしい実験。それは未来の稲妻に発芽させる災いの種を埋めるためだけに行われた。そして残氷も博士の実験に巻き込まれ、実験対象として大いに注目を浴びることになったのよ。その記憶の後、真相はこうなるの。博士は庭の心臓を装置に組み込み、それを残氷に渡して炉心の中心部に入らせ、溶錬による汚れをすべて吸収させたの。予想をはるかに超える負荷だったけど、残氷は生き延びた。彼は疲弊して炉心から離れるとき、職人に問いただした。この装置が自分を守ってくれたようだ。中身は何だと。そして職人は答えた。庭様は罪を恐れて出奔されましたが、あなたへ贈り物を残されました。罪なき従者から奪ったあなたにとって念願のものであるとのことでした、と。そう言って職人は枯れた心臓を装置から取り出した。残氷は想像もしなかった。自分が渇望していたものがこのような残酷な形で目の前に現れることを。彼は自分が庭に完全に裏切られただけでなく、その裏切りによって生き延びてしまったと思い込んでいる。怒りと悲しみがこみ上げた残氷は心臓を強く地面に叩きつけて、断固として、そうだったのか。
つまり博士は罪のない人を殺しただけじゃなく、それを死んだ人のせいにしたってことだよな。そうね。それを理解してこそ、彼は初めて進むべき未来への道を選べるわ。ドッドーレ、よくもこんなこと。ニワは鼻から罪を恐れて逃げたわけじゃなかった。お前が彼を殺したんだ。僕を心配してくれているのか？僕たちの間にあんなことがなければ、危うく僕も君たちのお友達になれるかもしれないと。もちろん約束は守るよ。おい、まさかお前、オイラたちの知りたいことを調べてくれたのか？僕たちはそのためにここにいる。ただ残念ながら、世界中に降臨者についての記録がないこと。あなたがそう言うのなら、どうやら本当に世界中は降臨者を記録しないようね。世界の外から訪れし者が、要するに収穫なしか。そう焦らないでよ。なんだい、その落ち込んだ顔は。個人的に、君の妹が世界中に記録されていたのは、カーン・ルイヤと関わりがあったからかもしれない。噂によると、彼女が初めてこの世界に降臨した場所こそ、そして、彼女がこの世に降臨した原因は、天空が…これは、道家の口から聞いた言葉だ。間違いはない。彼はかつてカーン・ルイヤの宮廷魔術師を務めていて、君の妹と一緒に過ごしていたことがある。詳しいことは僕もわからない。信じるかどうかはクラクサナリデビ。ええ、驚くべき情報ね。世界樹からの情報じゃないけど、僕の収穫と言えるかな。価値はあるかい？とても価値があるわ。そうか、なら次はプライベートな時間だ。え、お前何をやって。クラクサナリデビの言う通り、僕の力は残りわずかだ。残存する神の力を尽くしても、君に教えた秘密は感謝を受けるに値するはずだ。僕の…いや、それはもう無理だ。もう出ちゃった。君と少し言葉を交わす程度が限界だろう。教えてくれ、この世界で歴史が変わったことはあるかい？これでいい。な、何があったんだ？お前ら一瞬手を掴んでたのが見えたけど。いや、ただ助けてくれたお礼をしただけさ。じゃあね、君たちも早くここから離れた方がいい。どこへ行くんだ？おい、待てよ。好き勝手走るなって言ったのはお前。相変わらず勘がいいね。だけど僕たちは
もう会うことはないだろう。残響、それに歌舞伎者、この二つの名前はタタラスナで死んでいった。僕と関わりのあった者たちは別の人生を歩むべきだ。おい、スカラマッシュ。そういえば僕は虫が嫌いだ。小さくて数が多く、群れをなして生きる。そして今、虫は誤ったところに足を踏み入れた。幸い、それらはすべて正すことができる。僕は、清く正しい答えを出してみせるよ。スカラマッシュ！スカラマッシュ！ダメだ。本当に消えたぞ。まずい。本当に消えたぞ。私の声が聞こえる？あ、ナヒーダ！旅人にパイモン、そして残票は、先ほど何が起こったの？スカラマッシュの仕業だ。想定外だわ。彼にはほとんど力が残っていないというのに、もしかして破れた時に力の一部をこっそり隠していたの？それとも彼は全力を尽くして本来到達できない境地まで登ったのかしら？あいつどこへ行ったんだろう。大丈夫よ。あなたたちが悪いわけじゃないわ。この先どうなるのか私も完全に把握できているわけじゃないけど、そろそろ時間よ。私の導きに従って。Mau kemana lagi? Ah, serius lah. Kening mana sih? Ya, nyesal buka ini. Thank you.
Alah, mau rest. Mending nungguin Spiral Ibis. あたしらは砂漠に慣れちゃいるが、それでもいつかは風車とおさらばして、どこかのオアシスで楽しく暮らせる日が来ることを願ってるよ。うん。